本日もデスノー新世界の神になる指原と一緒に学校へ行きましょう。そっちのデスノーじゃないけどね、お弁当の中身も気になる。本当に毎日お弁当を作ってくれてありがとうございます。今日のお弁当は前50貫寿司とかあったからな。え、何それは、うん、お昼休みまでおませさんなんだから。ほら兄様、早く学校へ行かないと遅刻しちゃいますのよ。そうだね、今日は何を食べさせてくれるのかな。お昼休みにこの子とあれだよね、カホはだいぶこの昼休みイベントも一緒にやるから、うん、え、何か恐ろしいものを感じる、うん、イベント数が多いですよね。体育の授業は聞いてるってさ、ものすごくお腹が空いてる。今日だったら白雪の弁当は無理なく食べられそうだ。はーい兄様ですの、うん、僕もうお腹ペコペコだよ。今日のメニューはね、季節の野菜と魚介の天ぷら三段重詰めとスペイン風爆弾ライスボール。ちょっとよくわかんないですけど。まだまだですの、特製ビッグ茶碗蒸しと、本当にこれは持ってくるのにも一苦労だよね。丸ごと一個分。いやこの子はね、さあ召し上がれ。独創的な料理であるけど、いい嫁さんになると思いますよ。それこそいいお姫様に。おいしい。もぐもぐ、うん、すごくおいしいよ。本当ですの。うわー、姫とっても幸せ。おてんば姫でございます、ね。姫ね、兄様がおいしいよって言ってくれるのを聞くと、いつもとっても嬉しくなるの。おーね、なんか お弁当を作るのが生きがいみたいなこと書いてあったような気がするし。おいしいって言って食べてくれるから。そうだね。とっても作りがいがあるし。姫は兄様のご飯を作るたびに、兄様のことをもっともっと好きになっちゃうんですの。あらあらあら、兄様、もう姫、料理は愛情というか料理が愛情なんだね。可愛らしい。ご帰宅ですの。新世界の神に人間って面白。はーい、はい、兄様、白雪って面白。帰りましょう。じゃあここでなんで丸々カットなんだよ。兄様、うん、どうした兄様、なんか顔色が悪いみたいですの。まさか栄養が足りないんじゃ。むしろ栄養取りすぎなんじゃないかな。そんなことはない。姫ちょっと心配になってきましたわ。今度の健康診断また心配だな本当に。いえ、栄養が足りない。そんなにね、お酒飲む方じゃないんだけどね、ガンマ値が高いっていつも言われちゃってね。まあ、今度も飲みに行きますけどあ、行っちゃった。いや健康は本当気をつけていかないとね。この分だと月曜日の弁当もすごそうだな。本日のメールチェキですの、来てるですの。明日のお話ですの。お、なんだろう、気になるですのね。兄様へ。はいはい、はい兄様、はい、今日はちゃんとご飯食べましたのこのテンション。姫の作った料理じゃないとって言ってくれるのは嬉しいけど、言ったっけ、そんなこと。兄様が痩せてしまったら姫悲しい。うん、だからお家でもちゃんとご飯を食べてね。うん、本当は姫が作ってあげたいんだけど。あ、お話は変わるんですけど、兄様、明日の午後ってお暇かしら。うんうん、ずっと暇。お暇だったら姫とデートしてほしいんですわ。場所は商店街。またまたおませさん。明日の午後お待ちしておりますの。デートだって。姫より。あら、いいじゃないですか。了解、明日商店街で。本日はメール通り商店街でデートですの。デートっていう言い方が気になるな。なんだ、何をするんだ商店街。うん、なぜそんなところで。またなんか食うのかな。食ってばっかだな本当に。はーい兄様。はーい、うん、あの昨夜もはーいって言うけど、白雪のはーいとはまた別のはーいだよね。どこに行きますの。うん、こっちの質問だよ。どこに行くのよ。白雪はどこがいい。うーん、料理の勉強も兼ねていろいろなお店を食べ歩
れてみたいです。また食うのか。だから食ってばっかだよ。じゃあ食べ歩き、まず最初のお店は、うん、そうだわ、あそこのケーキ屋さんにしましょう。この子はそんな太らないのかな。美味しいって評判のお店なんですのよ。うん、もう黒ウーロン茶かな。黒ウーロン茶頼りでいきましょう。ケーキ美味しかったね。意外に食べ応えのあるボリュームだったし。じゃあ次は、うん、ボリュームがあるのにさらに次行くか。この商店街で一番老舗のお団子屋さん。 お団子。次はアイスクリーム屋さんです。なんか甘いものばっかり。このトッピングはものすごく珍しいんですの。黒ウーロン茶を、俺に黒ウーロン茶を。なんだあのアイス、トロが乗ってた。トロが乗ってる。え、どういうこと。トロって魚のトロ。次はクレープ屋さん。俺に黒ウーロン茶を。クレープ美味しかったです。実際問題俺は箱で買いましたからね、買ってますからね、黒ウーロン茶。もうコレステロール値が気になっちゃって、もう腹出てるって言われるのがもう鬱陶しくてね、未だにこのデブキャラになりきれてない小デブですから俺は。まあ俺の話はいいや。兄様、でもグレープの具に普通パイナップル丸ごと、丸ごとってどういうことだ。知らなかったですの。あそこのお店はヘビーな具が評判のお店ですの。ヘビーすぎるわパイナップル丸ごとって。何ですの兄様。ちょっと休ませてくれないか。あ、ご休憩ですね。おー、可愛らしい。すごくやっぱ上品だよね、見た目だけ見ると。喋るとハイテンションな子なんだけど。白雪も結構お腹いっぱいだろう。ましてこう甘いものばかり食べると。いいえ、まだまだ大丈夫ですわよ。あら、すごいな白雪は。だって兄様のお料理を作る勉強も兼ねてるんですもの。ほう、もっともっと食べなくちゃですの。僕のためにそこまで。兄様、姫、とっても幸せ。いや、こうやって喜んでもらえるのはすごく嬉しいですけどね。だいぶ体張るよね。こんな風に兄様と一緒に美味しいもの食べるっていうのもとっても素敵。うん、白雪。何ですの？次のお店探そうか。お、男前だね兄様。よし、今日は頑張って食べるぞ。最後にはやめよう下ネタは。本当に。メールチェキ来てる。チェキ、あ、来てるチェキですのね。楽しかったですの。兄様へ、うん、はい兄様。今日は姫の料理じゃなかったけど、うん、一緒にいっぱいいっぱい食べられてとっても楽しかったですのよ。よかった、たくさんお勉強にもなったし、うん、兄様のために姫もっと料理のお勉強して、イベント以外も見てみたいけどね。すっごく美味しいご飯を作りますの。だから兄様、これからも姫のご飯をいっぱい食べてですの。姫より。こりゃ太っちゃうな、うん、これからも美味しいお弁当食べさせてね。でもただの脂肪じゃないよね、白雪の愛情がたっぷり詰まった脂肪ですよ。まあ脂肪だけどな。結局は脂肪なんだけど。グッドモーニングですの。兄様、ピーマンに兄弟いるの知ってます？なになになに、どういうこと。ピーマンに兄弟、それがいるんですの、うん、唐辛子さんなんですって。ああ、そういうこと、うん、ピーマンと唐辛子あんまり似てないと思うけど。姫、兄様に美味しくて栄養のあるもの食べてもらいたくて、うん、一生懸命調べましたの。偉いな、きっと家にいる時もずっと兄様のこと考えてくれてるんだろうな。ひらめきましたの、うん、来週のメニューが決まりました。おお、来週、明日じゃないの。今週はもうバッチリ全部決まってますの。兄様、いいな、楽しみにしててね。本当に料理をするのが好きなんだろうな。行かなくっちゃ。もう使命感が湧いてきてるね。あれ、今日はまだ、うん、兄様、あ、俺このイベントちょっと
覚えがあるぞ。お待たせしましたの、うん、急いで来たんですけど。いやいや大丈夫ですよ。これ一緒に手洗いに行くやつじゃなかったっけ。うん、気にしないでよ白雪、僕の今来たところだから。手洗ってなかったから洗いに行こうと思ったところ。そうでしたの。それなら、うん、姫もご一緒しますの。おう、ちょっとそこまで行くだけだから白雪はここで待ってたよ。それが姫もまだその手を洗ってないので。この手を洗ってないことで恥じらうところがもう可愛らしいですよね。でやっぱこのイベントあれだ、問題のイベントだよこれ。カレンちゃんの時にもあった、白雪のお弁当をそこに置いて僕たちは手を洗いに行ってたんだけど、それが大失敗だったんだ。戻ってみたら大変なことになってしまってたんだ。そうだ、出た、うん、なかなかうまい弁当だったな。高見この野郎、また今回も高見に弁当弁当食われてはそりゃそんなリアクションになるわ白雪も。ちょっとしてるんですの。白雪大激怒ですよ、うん、待てませんの。勝手に弁当食われちったんだよ。このお弁当は兄様のために姫が作ったのに、うん、勝手に食べてしまうなんて本当にな、恐ろしいわ。痛いですな。知ってるよ、いつも仲睦まじくここで食べてるもんな。知ってる上で食ってんだもんな。見せつけてくれちゃってよ。いやいやいや、あここで照れるのは可愛いんだけどさ。悪いのはお前らだろ、うん、こんなところに置いていくからだ。そんなに大事なお弁当なら名前書いて金庫にでもしまっときなって。そこで二人で組んだな。いやいや、こいつはちょっと恐ろしいわ。ひどいなこれはな。あ泣いちゃった。なあかしただよ、白雪をなあかした。そんじゃごちそうさま。高見こら目キラッキラしてんなお前、本当にあんて白雪の弁当よくも勝手に食ってくれたんだよ。そんなに怒るなって、また作ってもらえばいいだろ。そういう問題じゃない、また作ってもらえんだと。この弁当はな、白雪は僕のために作ってくれた愛のこもった弁当なんだぞ。兄様お前なんかが食べる資格はないんだ。謝れ白雪に、謝れ。ごめんなさい声が小さい。ごめんなさい、もう二度といたしません。なんなんだよこの兄さん。ね、本当にしょうがないやつだな。ごめんね白雪。いいんですの、仕方ないですでも結果的にちょっとこうね、愛情を再確認できたみたいなね。いや悪いやつじゃないんだけど、悪いやつだよあれ。将来あれだよ、卒業写真のあれだ、写真がテレビニュースで流れるパターンのやつだ。兄様怖いやつ。素敵でしたの、はい、いつもそっけない兄様ですけど、やっぱり姫の気持ち分かっててくれたんですの。当たり前ですよ、愛情たっぷり、愛のスパイスが効いてるからね。はいですの、うん、あの兄様、なんだい、ありがとうですの。かわいい姫、すっごく嬉しかった。うん、まあこうもっともっと愛に障害がつきものというかね、愛を込めてお弁当作りますの。ということもまあありますわな。あ、飛ばしちゃった。それじゃあ兄様、また明日。うん、ご帰宅ですの。兄様お腹空いてませんの。そうだよね、今日はパン買って食べたのか。明日は今日の分取り戻せるくらいたっぷり作って持っていきますの怖いな楽しみにしててねよろしくね。さあ頑張って今から作りますわ。なんか今からってすごいな、仕込みが。本日のメールチェキですの。ああ来てるですの、ぼーっとしちゃった。明日は見張りますの高見を警戒してるな。今日はとってもありがとう、うん、お弁当食べられちゃって姫ちょっとショックだったけど
その後兄様のすごく素敵なお姿が見られて幸せだったでしょ。結構なボリュームがあったはずなんだけど、お手洗い、お手洗いじゃない、手を洗いに行った隙に全部食べちゃう高見も、あいつも結構すげえな。愛のこもった弁当なんだ。兄様の声を思い出すたびに、そんなこと言ったっけ。だから嬉しくて涙が出そうになっちゃう。たまに幻覚幻聴が現れちゃうよね。そうそう、うん、明日からは兄様のお弁当、姫がちゃんと見張ってますの。うん、決めましたの。ちゃんと手も洗っておしぼりも持っていきますの。ごめんね、本当に高見のせいで。だから兄様も安心しててね。ね、さて明日のお弁当作らなくちゃ。姫より、何個ついてんの、ハートマーク5個ついちゃった、うん、もう誰も手を出さないから安心して、うん、楽しみにしてるね。学校に行くですの。おかしいな、なんか家を出てから視線を感じる。あー、これか、また、うん、いやー、もうこれだからさ、ズルーレットストップ、うん、家の植え込み、誰だ出てこい。あ、誰もいないや、もう一回調べる。ズルーレットストップ真後ろにいるやつはもう知ってんだよ。見つかったです。また見つけちゃったですよ。四つ葉は兄様の尾行なんかしてないチェキよこのフェードアウトしていくのが面白いんだよな、うん、ってことはこのイベントがあるってことは一緒に投稿できないんだな。兄様、あ、うなぎはかば焼きと白焼きどちらがお好き。あー、もう絶対これはかば焼きでしょう。うなぎは、うなぎが嫌い、いや、うなぎ嫌いな人ってあんま見たことないな。かば焼き、うん、そうですよね、うん、タレとうなぎの微妙なバランス、ね、とても美味しいですの。本当にね、勢力もついて今度挑戦してみますの余計なトッピングはしなくていいからね。姫オリジナルのタレを使いますの名付けて姫特製クリームかば焼き。甘みを入れたがるよね、この子は。だいぶ兄様の舌もだんだん慣れてくるんじゃないかな、白雪のこのトッピングに。お待たせ。はいはい、待ちましたよ。今日のメニューは姫特製チキンのもろみステーキ韓国風、キムチシャーベットのデザート付き。キムチシャーベットか、うん、くたくた。兄様、美味しかった？うん、そうだな。なあ、美味しかったよ、ここは美味しかったって言ってあげるとね、やっぱ喜ぶでしょうから。よかったですよ、この笑顔が見たいから。明日も頑張るですよ。今日も俺の胃腸が頑張ります。キンコンカンコンですの、カエルですの、ね、俺もテンション上げていかないとね、もっと。あれ、若草学院に行ったけど白雪はいなかった。それテンションも上がんねえわ、じゃあ本日のメールですの、来てたですの。ん、ご存知かしら、なんだろう。はい、兄様、はい、もうご存知かと思いますけど、うんうん、明日は私たちの学校で球技大会があるんですの。はい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 、姫、いっぱいお弁当作っていくつもりだから、うん、兄様、姫の活躍絶対見に来てくださいねあれだ、運動はちょっとリンリンがメカリンリン使ってダブルスのテニスやってたやつだあ、運動苦手なんだやっぱり。お弁当は兄様と一緒に食べるんですのよ、うんうんうん、そうそう、マモルちゃんやリンリンちゃんも一緒だから、みんなで一緒に食べましょう。いい、ね、うん、みんなで一緒に。姫、とっても楽しみにしています。姫より、うん、よし、明日はマモルちゃんとリンリンも巻き添えだ必ず行くね。そろそろお昼だけど白雪たちはどこだろうって。今日はあれでしょ、球技大会。あ、もう、あ、なに、若草学院に来てるのか。これグラフィックが同じだから分かんなかったわ。うん、さてどこにいるのか。わかりやすい、あの声は。お待ちしてましたの。かわいらしい。これが運動着なのかな。結構大胆というかなっていうか。早く行きましょう。あ、でもテニス釣ってたからね。マモルちゃんも待ってますのよ、うん、
あれか、スコートなのかな、これ、うん、スコートで合ってるっけ、テニスウェアって、うん、あのやらしいやつ、やらしいやつって言ったらあれだけど、うわー、おー、みんなで食べるってとても素敵ですね。あれあれ、ね、ちょっと待って、リンリンちゃん、マモルちゃん、これ右に注目してほしいですね。おい、チェキいんな、おい、これチェキられてんな、これ、おい、このイラストは見どころがたくさんありますね。もう白雪の作ってくれた、なんだろう、これ顔つきのおにぎりも気になるし、あとリンリンの、なんかリンリンのこんな太ももちょっとこう珍しい感じだけど、太ももで言ったらマモルちゃんやらしいな、やっぱマモルちゃんは、このブルマが。で、なんかちょっと胸があるように見えるね。ごめんね、いやらしい目線でばっかり見ちゃってね、チェキ、おい丸分かりだぞ、サングラスかけてても。でもいいね、こうしてみんなで一緒にお弁当、みんな美味しそうに食べてくれるし、うん、いやでも今日のお弁当はいいね。皆様もせっかく来たんですから、どんどん食べて、でけーけーですのですの、ありがとう、いただくよ。これ口の部分はなんだ、明太子か、ウインナーか。え、マモルのやつ元気ないな。球技が苦手なんだっけ、ちょっと励ましてやらないとな。あー、マモル、うわ黙ってる、マモルちゃんって、なんかやだな。マモル終わっちゃったんだから気にすることはないよ。うわ、てんてんてん、元気出して。そうですの、人間苦手なものの一つや二つ、走るのは得意だけど球技は苦手なんだね、マモルちゃん。リンリンちゃん、うん、え、何、考え事してて聞いてなかったよ食べるのに忙しくって、まあ結構量あるからな。そういえばメカリンリンちゃんは一緒に食べればいいのに。メカリンリンちゃん普通に馴染んでんだもう。うん、一緒に食べ、あいつ食べれんのか。あいつ教室で充電中、食べられないからね面白いわ、メカリンリン、充電。走るのだったら負けなかったのに。お、怒ってる。こうなったら食ってやる。マモルちゃんやっぱ可愛いな。今日のマモルちゃん荒ぶってんな。そうだよね、走るのは得意なんだけど球技は苦手な、マモルちゃん。あ、マモルちゃん、そりゃ私のこの3人グループ面白いわ。関係ないようだ。うん、まあ、正確にはちょっと4人映ってますけども、うん、慌てて食べると消化に悪いよ。兄お兄って久しぶりに呼ばれたわ。ほら、守る、どれだけ甘えるな喧嘩はダメですのサンバカトリオって感じだな。ところで白雪は何人出たんだろ。はい、はいじゃないよ。球技大会で出場したんだろ。それはその、うん、あ、テニスじゃないの、内緒ですの。あれ、そこ隠すんだ。バレーボール、ボールの代わりにコートで転がってたでしょ。リンリンちゃん内緒って言ったのに。そっか、リンリン、あ、白雪もね、運動は得意じゃないって言ってたから球技が苦手なんだ。ははのはっていういやいや、おかしいわ、ははは、のはできなくったっていいもんね、白雪ちゃん球技苦手コンビだ。二人で特訓すれば。マモルの特訓厳しいぞ。なんだよ兄その言い方。あ、マラソン練習ね、毎朝やってましたから。みんなお弁当食べましょう。みんなマイペースだなで、チェッキには一切触れないんだ、あいつずっと覗いてただけだ。ですのですのですのですですですのご機嫌ですの。ですのですのやっぱ勝てねえな本物にはですのーの言い方のバリエーションがもう違うわ。うん、なんか楽しそうだね。わ、うん、かりますの。わかりますの、ニコニコしてるもの。いいことがあったなら教えてですの内緒ですの。気になるですのね。なんだろう、もうすぐわかりますの。え、お楽しみにしてて。おりゃ今日の弁当何かあるな、うん、お腹すいた、早く来てくれないかな。おいおめじゃねえよ顔が。今日のメニューは何だろう、楽しみだ。兄様お待たせです。あれ、でも点々点だな、朝は浮かれてたんだけど。姫特製エビカニホタテイカグラタン。これは美味しそうなんだね。ですの、こりゃすごいや、早速いただきます、うん、お
醤油味のグラタンもいけるね。わさびも効いてていけるよ。どうした？何かあったの？兄様、今日なんですけど、あのね、これもしかして今日は兄様に、はいはいはい、姫を招待したいんですの。お家に来てということですのね。姫が兄様に作ってあげられるのはいつもお弁当だけでしょ、うん、でもお弁当にできないメニューも本当はいっぱいいっぱい作ってみたいの。その割にはなんかスイカの丸ごとポンチとか持ってきてたけどな。でもお弁当にはできないよ。今日は姫のお家にお泊まりに来て。いやらしい。おいおいおい、そんなことしたらお前自身が料理になっちゃうぜ。いいのかい？それでは遠慮なくいただきます。はい、行きますよ。ありがとう兄様。お泊まりイベントですね、毎度恒例の。兄様、どうしたどうした。お願いついでにもう一ついいですの？これまた毎度おなじみのパターンじゃないのかい？あのね、寝るとき姫と一緒にいてくれないかなって。いただきます。そしたらとっておきの姫特製スイートホットミルクをごちそうしちゃいます。どしもネタじゃない。一緒に寝たらスイートホットミルクをごちそうしちゃいますって、なんですかこのいやらしい。いただきます。ありがとうございます。わーい、ありがとう兄様。これはもう本当に弾けちゃうな。早速準備しなくてですの。本当にね、兄様、授業が終わったら姫先に帰ってますの。白雪の家に行くってのが楽しみだね。まっすぐ姫のお家に来てくださいね。わかった、楽しみにしてるよ。それじゃ後ほどですの。そういうことね。うなぎ食べて、精力つけてすっぽんの生き血を飲んでから行きますんで。先に帰ってるって言ってたな。まっすぐ来てねって言われたけど、どうしようかな。まだ早い気もするし、早く行きたい気もするし。よし、行っちゃえ。行けば何か手伝えることもあるだろう。行っちゃえ行っちゃえ。とついちゃったけど、まだ早すぎたかな。いや、行っちゃえ。どうした兄様、テンション高えな。白雪来たよ、テンション高えな兄様。いらっしゃいですの。なんかこの服装初めて見た気がするな。やっぱこういう服装なんだね、いつもね。ちょっと早かった。今夕ご飯の支度してますの。姫のお部屋で待っててくださいですの。お部屋なんか入っちゃっていいんですか。ありがとう、そうさせてもらうよ。うわ、すげえ。日本じゃねえな、もうこれ。ほーらー。とはいうものの、一人だと手持ち無沙汰だな。どうしよう。寝る帰る。寝る帰るはもう最低の極みだな。これ手伝いでしょ。手伝いに行こうよ。会いに行こうよ。一人で料理するのと大変だものな。白雪、白雪。お呼びなの？かわいい。手伝うよ、一人は大変だろう。兄様の気持ち、一緒にこう料理をするっていうのもね、いいじゃないですか。で一緒に台所に立つっていうのは。姫のキッチン、え？男の方は入っちゃいけないんですの。どういうこと？なんで？姫の一番大切な場所だから。エロいわ。なんか、たとえ兄様でも、ごめんなさい。女の子の一番大切な場所はやっぱ男の人にはまだちょっと早いか。わがまま言ってごめんなさいですの。なんか変なプライドがあるんだね。もうちょっと待っててね。困った。それじゃあだから寝る帰るわ、鬼の子。そんなことできないわ。本読んでよ。またあれじゃない、漫画探したらまたブラプリが出てくるぞ。カレンちゃんおすすめの、伝説の名作包丁人藤吉。懐かしいな、そんなの。あのが何これ。料理漫画か。
最近なんかグルメ漫画流行ってるもんね、いろいろね。まあ俺はバキぐらいしか読んでないですけどバキはグルメ漫画じゃないけど、いい香りがしてきたってさ。兄様、うん、お待たせですの。ですの。わーい、待ってました兄様やっぱ変なテンションになってんな。やっぱ今日のメニューはー、すげー、姫特製ポークソテープロバンス風ですの。クリスマスみたいだな。たーっと召し上がれ。これ一人で作ったのはすごいのですの。お弁当用に手がかかってる。大変だったんじゃないの。兄様に食べてもらうんですもの。これぐらいなんでもないですの。あらららら、毎日作って差し上げますのよ。あらあらあら、冷めないうちに召し上がれ。よくできた子ですのね。いただきます。ごちそうさま。すごいな、あれ食べちゃったんだ。後片付けしちゃいます。えらいな、ちゃんと自分で片付けて。え、この家は白雪一人で住んでんの。こんな小さい子なのに。明日のお弁当の支度もあるし、うん、今日の片付けは今日中に。あー、いい奥さん。これはいい奥さんになるよ。ちゃんとね、そう、洗い物ができる奥さんっていうのは、女の子っていうのはね、最高ですよ。おお、かまいたちの夜だ。なんでもないですの。大丈夫か。特製ホットミルクお持ちしますの。白雪のミルクを白雪のミルクを俺にくれ。兄さん、うわびっくりした。そろそろ誰かと思った。いつもの頭のリボンがないと別人みたいに見えるな。うわ、かわいい。で、横のくるくるは変わんないんだなで、癖っ気なのが。いや、かわいらしい。なんか一気に幼くなったな。普段から幼いけど。そうだね。それで、その、あらあら、今夜は特製ホットミルクを。約束だからね、隣で寝るよ。うん、ちょっと照れくさい照れくさい、恥ずかしいですの。おやすみなさい、兄様。あらあら、あー、かわいらしい。これ枕にもね、人参と、これ何、トマト、リンゴか。あ、右にあるクッションがトマトか。あらららら、かわいらしいですのね。こんな一緒に寝ちゃったら、本日のメインディッシュごちそうさまでした。はい、一晩明けて、うん、眠れた、よかったよかった。おはようですの。あ、寝起きの、寝起き一発目のですの、いいね。おはよう白雪。ん、どうしたのその帽子。なんでもないですの。なになに、帽子って。なんでもないって言われても、家の中で帽子ってやっぱり気になるよ。気にしないでくださいですの。寝癖が気になるとかそういうことなんじゃないですの。とは言った直後、僕は帽子の意味を知った。え、なぜかって、言い回しが鬱陶しい。僕が帽子を無理やり取った。そんなことしてないよ。言い回しが鬱陶しいわ、うん、帽子が勝手に飛び上がったんだ、白雪のものすごいヘアスタイルのせいで。いどういうこと。兄様、見ないで。うわ、気になるわ。そこイラストで見せてくれよ。いや、見ないでって言われても。セットに失敗しちゃって恥ずかしい、うん、どういうことなんだよ。あの横のくるくるが上にスポーンって飛び上がったってことなのかな。うん、分かった、見てないから落ち着いて。落ち着くんだ白雪。確かに誰にも見せられないよ声だけ聞くと何してるか分かんねえな、もう。あ、もうセットは治った、大丈夫相当な癖っ気なのかな白雪。いろいろありがとうね、落ち込んでる。いや、でもそういう恥ずかしいところを見せてこそのお泊りですからね今朝の髪型のこと、うん、誰にも言わないでね。いや、気になるわ、今朝の髪型見たいわ。分かってるって。絶対絶対絶対ダメですのよ。うん、大丈夫、僕を信じて、絶対言わないから。でもお顔笑ってるですのそれ笑うよな、帽子吹き飛んでんだもん。よっぽどショックだったんだな。でも本当は誰にも言えないよ、あの髪型だけは。うわ、気になるわ。あ、でもお昼休みで早速会えちゃうんだね。ずっと白雪尽くしだな。
幕の内白雪弁当だわ。どういうこと？自分でも言ってもよくわかんなかった。ありがとう。今日のお弁当は姫特製タンドリーチキンミックスファイヤー野菜あんかけよ。おおおお。またこりゃすごいね。忙しかったのによく作ってくれたね。こんな手のかかるもの。そうで朝一緒に来たのにね。手抜きですのよ。今朝はバタバタしちゃって。帽子吹き飛んだ事件だ。そんなことないよ。すごいよ。髪型が。兄様、それは言わない約束。やっぱ恥ずかしいんだね。ごめんなさい。いただきます。そうそう、兄様。うん。なんだい？今聞いたんですけど、兄様の学校でマラソン大会があるの？ああ、マラソン大会ありますね。来週の月曜日3月5日にね。もう、兄様ったら、そういうこと。なんでですのに、言ってなかったですの、はい、申し訳ない。姫、張り切ってお弁当作っていきます。その日はすごい弁当作ってきそうだな。ありがとう、白雪。兄様、リクエストはないかしら。姫、何でも作ってあげちゃう。なんだろうな、マラソン。でも、姫が食べたいっていうのは、な、し、ゆなんかやっぱおませさんだなこの子な。兄様も苦笑だよ。うん、俺は姫が食べたいけどね。言ってあげたいわ。分かりましたわ。ひょっとしたら昨晩食べちゃってるかもしれないけど、こっそりもう。ありがとう白雪。それじゃ早速準備にかかりますわ。え、月曜だよ。時間かかりますよ。お前は本当にすごいな。もう巧みだな本当に。はい、帰りましょう。兄様、うん、豚肉好きよね。豚肉好きよ。ニンニク嫌い？ニンニクも好きよ。山芋は？なんか喋り方がフランクになってんな。マムシ？マムシ？それはちょっとパス。難しいですの。元気の出るお弁当って。マムシは極端だな。でも任せてですの、ちゃんと作れるから。そうだね、信用してるよ。メールチェキですの。お、来てるですのね。あ、ひな祭り。そっか、もうそんな時期か。兄様、うん、明日はひな祭りですの、うん、今からとっても楽しみ。でも姫はちょっと不満ですの。あらあら、アリアちゃん、姫のお料理はいらないって言ってきたですの。全部用意してくれるって。まああの大豪邸だからね。それはそれでありがたいですの。でも兄様は姫の料理ないときっと寂しいと思って、だから兄様の分だけは姫が持っていきますね。楽しみにしててですの。 ありがとうですの。明日はいっぱい楽しみましょう。特別祭ですのね。ですの。姫より。無理やりですのって言わなくていいよ別に。うん、ありがとう、楽しみにしてるよ。ひな祭りですの。はいはいはい。よしやき、お出迎えありがとう。ひな祭りなのに着物じゃないのかい。はいですの、うん、着物は脱ぐのが面倒だから、はるかちゃん以外は着てないですのよ。うん、久しぶりにはるかの出囃子が聞きたいわ。脱ぐのが面倒ってどういうことだろう。みんなパーティーの最初に服を脱ぎ出すとか。おい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 、乱行パーティーじゃねえか。兄様、なんで赤くなってますの。ああ、もう兄様はまたすぐいやらしいこと考えちゃうんだから本当に。それじゃあ他のみんなのところに行こうか。ここじゃないとすると、毎回言うけどこの答え好きなんだよね。みんなのところじゃありませんの。本当に毎回言うけど、これからアリアちゃんのお部屋に行くんですよ。好きなんですの。アリアの、なんで。兄様ったら。一緒なんてダメですのよ。なんですのよ。もうアリアちゃんからは許しをもらってますから、もう安心してお部屋に行ってくださいですの。それじゃあ後でですの。もうさあね、この水着イベントですけども、実は白雪の水着はね、マモルちゃんの時に一回見てるんですよね。場所は子供プールへ行きます。そうね、エッチね、エッチね、球技苦手コンビ。
いいよねこの二人ね、浮き輪で練習してるですのね、動けないのか、1,2ですの、1,2ですの。逆にすごいわそのリズム感、うん、うまいよしれゆきちゃん、うん、もうバタ足は大丈夫かな。可愛いよなこの二人の組み合わせ、本当に好きだわ。姫泳げるようになりますの？もちろんだよ、僕が保証するからね。うん、でちょっと白雪の水着をもっとちゃんと見たかったけどな、ちょっと見えづらいな。うん、でも頑張って泳いでるのが伝わってくるよ。おい守る白雪、兄だよ。兄様ですの、汗ですの、汗汗ですの。白雪ちゃんどうして慌ててるの？だって姫が金槌さんだなんて兄様には知られたくありませんの。いやいや、やっぱそうやっていろんなところを知りたいですのからね。白木、僕は君の兄様なんだよ、知らないはずないだろう。そうでしたの。可愛いですの。だからね、今白雪ちゃんに泳ぎを特訓してたんだ。おお。今は浮き輪がいるけど、いいの、きっとすぐにいらなくなると思うよ。俺も一緒に泳ぎの練習したいわ。なんだか照れちゃいますの。守ちゃんの教え方がうまいんですのよ。うん、守はコーチも上手なのか、今度僕にも教えてくれるかな。兄に、イヒヒ、兄には僕が教えることなんか何にもないよ。守ちゃん、もう一回守ちゃん攻略しようか。それより僕が兄にコーチしてもらいたいな。可愛いしょうがないわ。この華奢な体型もいいんだよね。なんでそんなにもじもじしてますの？もじもじしてるですの？もしかしておトイレ？いやー、ここでしちゃめですのよ。もう本当にプールの中でおしっこですの。コーチやめようかな。その水を売ってほしいですの。これ多分守ちゃんルートの時も同じこと言ってるんだよね俺ね。メール注意ですの？あーですのですの、楽しかったですのですの。兄様、はい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 、今日はとっても楽しかったですの、はい、お料理も美味しかったし、うん、兄様は今日のお料理と姫のお弁当どっちが美味しかった？分かりきったこと聞いちゃったですの。ごめんなさい、来年のひな祭りは兄様と二人っきりでやりたいな。あらあらあら、なんちゃってですの。かわいいですのね。もう今回もデスノ使いがちょっとね。